안녕하세요가을입니다はい、ということでですね、皆さん大好きなアフレコ、アテレコでございます。なんでかよくわかんないんですけれども、今回ね、前半だけね、音が入ってなかったんですね。はい、ということで今ここ私、しんちょんじゃない方、本では歩いているんですけれども、まあ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 人通りが多いこと、はい、まあそんな感じのね活気があるのが本日なんですけれども、今日はホンデでなんとデザートを食べに行きたいと思います。デザートで、ね、え待って待って、後ろの人めっちゃ手振ってない？え、今手振ってたよね、映ってんの分かってんのかなはい、ということでね、そう、今日はホンデでデザートを食べに行くんですけれども、デザートとは、はい、みんな気になるデザートとは、日本でも韓国でも、はい、なんだっけ、有名になりましたトゥンカロンっていうね、あ、すごい汗かいてるんですけれども、とりあえず今日すごい暑いっていう、多分これアピールですね。そう、トゥンカロンを食べに行くんですけれども、今日は、ホンデのこうみんなが遊ぶ方じゃなくて、ヨンナムドンの方にめちゃめちゃね有名な美味しそうなと、何マカロンを見つけたので、今日私はねそこに行ってみたいと思います。はい、すごい暑いですね。とりあえずで、ホンデ駅にいるので、あ、今なんかゴー、あれこれなんかゴー失敗してますね、何回か。はい、じゃじゃーん、こちらがホンデ一歩駅の多分3番出口ですね。3番出口から出ますと、目の前にね、こういうなんかこう綺麗な歩く道、まあ、ザ・デートスポットですよね、があるんですけれども、この道を渡った、警察だ。この道を渡ってですね、はいはいはい、真ん中の綺麗な道を歩いていきますよ。そんなに人いないですね、うん、そして歩いてくると、はい、このね、なんかこのサジュタロって言ってね、この占いタロット店があるんですけれども、はい、一回行ってみたいね。ここを、はい、曲がってまっすぐ行きます。皆さん知っての通りね、ここはまあヨンナムドンに行くときにも絶対通る道なんですよ。はい、じゃあここで行き止まりになりましたら、ここをね、左に、はい、曲がっていきます。左に曲がって、はい、このまま真っ直ぐ行かず、今この車が来た時は近っ、で車めっちゃ近いじゃん。はい、ということでここをね、はい、サイド真っ直ぐ行きたいと思います。で、まっすぐ行くと、目の前にね、GS があって道が分かれてるんですけれども、ここまで行かず、この手前をね、はい、左に曲がりますよ。トラックが見えますね。じゃじゃーん、はい、こちらになります。意外と近いですね、ここ。1.5 フロアっていうねお店ですね。 1.5 階、どう見ても2階なんですけれども、はい、じゃあここに入っていきたいと思います。はい、じゃじゃーん、ということでこのお店、じゃーん、すごい、マカロンがすごい、何これ、マカロンですよ。これはムグンハって言って、はい、これが桃めっちゃ美味しそう。そしてこれがティラミスですね。ティラミスケーキ、ケーキなのかな、マカロンじゃないんか。でこれはプクソンはヨーグルト、これも美味しそう、桃のヨーグルトだって。そしてケーキもありますね、ピーチピーチヘっていうね、まあ、これが多分桃のケーキ、美味しそうですね。でこれが、マスカットケーキ、そしてこれが、あ、ピーチのタルトもありますね。あ、タルト好きなんですよね、私。タルト食べたい。タルト食べたいですね。フルーツタルトが食べたい。そしてこれが、テリーショコラボンボン。あ、ボンボンダメ。ボンボンはお酒入ってるから私はダメ。で、バニラチーズマンガ。それからこちら普通のね、マカロンですね。ヨーグルトブルーベリー。それから、ヘーゼルナッツブルーベリー。じゃあ、インジョルミがシャインマスカット。そしてクリームブリュレ、チョコソイティーモルティージャージュ、あ、これちょっとなんか塩味がするっぽいですね、うん、で、あ、抹茶ピンスとミーグクチーズケーキ、あ、ニューヨークチーズケーキじゃないんだ。じゃじゃーん、はい、じゃあこちらがマカロンです。紛れもないマカロンです。やばくない？モーマカロン、チェリーマカロン、マスカットマカロン、それからクリームブリュレマカロン、アイサメーカーの量、はい、ナイフもくれますので切って、はい、食べていきたいと思います。で、ちなみにこれ全部合わせて19,300ウォンです。
はい、それじゃあね、食べていきたいと思います。インスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録をお願いいたします。はい、ということで、机と椅子の高さの関係でこういう感じでお見せできないんですけど、はい、こんな感じです。あ、幸せ。さあ、皆さんが一番気になってるのはこちら、じゃん。はい、多分こちらの桃だと思うんですけど、これ最後に食べます。最後に食べるから飛ばすとダメだよ。じゃあ最初はこのね、クリームブリュレです。クリームブリュレ、なんか上には、真ん中にはクリーム、そして後ろには何もないです。すごいよこの大きさ。さあ、いただきます。これ切って食べる？そのまま食べる？真ん中のクリームが本当にシュークリームの味がする。どうせさ、こうやって見せれないから近くで食べた方がいいよね。中に何か入ってる。キャラメル、この甘いのに、うん、もう汗ダクダクでさ、歩いてきた甲斐があったわ。はい、じゃあ次、重い。タラーン。これ中にさくらんぼが入ってます。これは多分半分にして食べた方がいい。あ、良さそうだよね。ちょっと半分に切ってみます。頼むよ。なんか潰しちゃいそうで切れない。これさ、切らないで食べた方がいいわ。あの、チキって力が入らないんですよ。じゃあこんな感じで。でかいんだけど。大成功。甘いんだけど、さくらんぼが若干こうなんだよ。酸味があるじゃん。甘いのと酸味があるからマジでめちゃめちゃ美味しい。ぶっちゃけさっきのクリームブリュレは全部甘かったの。でもこれはさ、酸味と甘みのこの絶妙なっていうかさ、口の開き方が尋常じゃなくない？ハンバーガーぐらい開いてるよ口。あ、しかもなんかレーズン的なの入ってる。星チェリーかな。これの一発は一口でいきます。いや、聞いて、なんかさ、ここ夕方ぐらいになるとなんかインスタとかで今日は なんか売り切れですとかお知らせしてくれんので、本当に4時とか5時とかでもう売り切れが出始めるから、本当はさ、午前中ここら辺で私1個撮影あったんだけど、普通撮影午前中したら、あの、中間にね、猫カフェ行って休んでからまた撮影するんだけど、今日は猫カフェ行こうと思ってたけど帰ってきたもん。あ、やばい、ここそういえば売り切れになるとこだったみたいなので、だから、あの、終わったら猫カフェ行く。じゃん。はい、こちらパイじゃないですよ。シャインマスカットです。ででーでででで4、はい、こんなどでかいシャインマスカットが入ってて、クリームかな。じゃあこちらもね、食べていきたいと思います。ね、さっきのよりでかいんだけど、私今ここまで食べて分かったんだけど、間違いなくフルーツが入ってるのを頼むべき。甘いのとフルーツの酸味が最高に合う。はい、ということで皆さん、お楽しみの最後のマカロンです。これさ、マカロンなのかな、大きさ見て。これが大体18ぐらい、20ないぐらいなんだけど、10センチぐらいあるよ。いやー、ここ2個あったら、え、すごい、 T シャツと色合いすぎじゃん。しかも真ん中になんか真珠みたいなの入ってる。やっぱ貝だから真珠なのかな、ブータニー真珠みたいな。
う全然食べられないあのね、さっきからこのマカロンが美味しいの。マカロン何蓋っていうの。手が聞いて、マジで今日頭悪いことしたなと思ったのが、今日私ヨンナムドンで、このヨンナムドンのところで2つ撮影があったのね。で、道案内いつもするじゃん。駅から最初のお店が、例えば駅が私の口だとするじゃん。で、最初のお店がこっちの目だとするじゃん。最初1回目ここの、ね、まで行く道のりは、お鼻を曲がって目に行きますって道のりを取ったので、今ここのお店が口から出て鼻を曲がってここですって位置なのに、ここまでさ同じ道のりを取ればさ、オープニングは1回でいいわけじゃん。でも2回取ったんだよね。こっからこう行きますって取って、1回また戻って駅からこっからこう行きますとか言って、マジ頭悪くない？こんなバカくそ暑いのにさ、2往復もしちゃったよ。でも32度だからねどんだけ運動したいのって感じ。中にスポンジ入ってる、ごめん食べかけ。ていうかさ、なんかホンデとかって本当にみんなが慣れ親しんだ場所だ。で、ホンデよりももうちょっとおしゃれで価格も高めなのがヨンナムドンってこういうところじゃん。うちらがこう慣れ親しんだホンデの遊び場から道路を1個越えてくるだけでさ、バンタンのナムさん来てたりとかさ、ブルペンのさ、リサちゃんとジスちゃん来たりとかさ、芸能人と同じ世界に生きてんだなって感じじゃない？アイドルと。芸能人は芸能人だけがお店に行くと思ったけど、うちらと同じお店とか、うちらと同じ行動範囲にいるのやばくない？なんか意味わかんないよねわかるきっとオタクはわかると思う。同じ世界線にいるの。ちなみにね、ナムさんお気に入りのキムチ鍋なんちゃらのお店は潰れましたさっき通りかかったらなかった。はい、ということでごちそうさまでした。本当に美味しかった。なんか普通に全部美味しかったんだけど、特になんかね、おすすめはブロガーさんとか他の人のおすすめがサンシャインマスカットだったんですよ。でも私の一番のおすすめはチェリーですね。ちょっと種があるのがたまに傷なんですけど、チェリーの酸味とブルーベリーの酸味とクリームの甘さとマカロンのこの上下のやつの甘さと、最高の組み合わせでしたね。私はガゼンチェリー派です。このマカロンはね、食べに来るべきだと思う。で、今回私4つ食べたから、まあまあお腹いっぱいなんですけど、ご飯食べて1人1個ずつとかをご飯分ずつにして友達と分けて食べたりとかしたら全然 OK だと思います。私写真撮ったんだけど、めちゃめちゃ映えるんですよ。見てくださいよ。ただ手で持ってるだけなのにさ、綺麗じゃない？ほら見て、可愛すぎない？こんなに食べたらどんだけ運動すればいいの？ということで、今回はヨンナムドンにあるインスタで超ホットな人気な綺麗な可愛いトゥンカロンの紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わり。